モーグリの一族は、私がバルハラでしもべにしたモーグリと同じく、どこか抜けている。空を飛べるくせに、地面に近いところで浮かんでいるばかりで、森の中で帰り道を見失ってしまうありさまだ。迷子になった3人を見つけ出して、里までモーグリ投げで送り届けてみたが、なるほど投げてみればなかなかに爽快な気分になれる。セラもモーグリを散々投げたそうだが、まだまだ負けるつもりはない。セラが戻ってきた暁には、そうだな。モーグリキャッチボールでもさせてもらおうか。今からそうだな。ヤクトに行きましょう。新米ハンターからごちそうディナーもらうあのサイドクエストをクリアすると受けられるやつをちょっと忘れてたので、今から行ってきます。これだな。おお、あんたか。聞いたぞ。うちの新米を手伝ってやったそうだな。昇格試験だったらしいな。不正に手を貸すつもりはなかったんだが。構わんよ。どんなズルをしたにせよ、あいつは正式な団員だ。ルールなんてクソくらいさ。獲物は規則なんぞに従ってくれやしないんだからな。それにあいつは、まあ、そうですけど、いい度胸をしているからな。ほんまにそれでええんですか。度胸はあんたも相当なもんだろ。とんでもない凄腕というじゃないか。俺もどこで見たんや。自信があるが、あんたはおそらく次元が違う。こんだけ腕の立つ、まあ、髪がかってますからね。そうそう、お目にかかれまい。どうかな、一つあいつに手本を見せてやってくれんか。手本だと。ああ、魔物狩りの手本だ。あの新米にもう素材集めてるから手本見せられないんですけど、本物の実力を磨いてもらいたいんだ。それでいいんすか。そのためにはいい目標を持つのが一番だからな。森の宿場ヤクトで狩猟団長に相談を受けた。悪知恵ばかり働く新米ハンターに魔物狩りの手本を見せてやってほしいと。まずは刀鳴らし、野生の魔物マシラまたはその親玉マスラを討伐せよ。証拠の品、ジューシーサラミを3つ手に入れたら団長に成果を報告しよう。やーだ。悪いが、忙しいんだ。そうか、残念だ。新人に魔物狩りの腕前を見せてくれ。もう前世で全部集めてしまったしな。一応、かしこま。いいだろう。そう来ないとな。まずは肩鳴らしていこう。あんたなら朝飯前のはずだ。わかった、受けて立つ。まあジューシーサラミは3つちょうど残しております。でそれを渡せば OK。 お見事。退屈な狩りだったかもしれんが、練習だったと思ってくれ。何もしてませんが。あんたの真の実力を見せてもらおうか。狙う獲物はユイジンシャン。花を意味する名前らしいが、そんな可愛らしいもんじゃねえ。祈願地帯に中国語でチューリップを意味する言葉らしいです。鋼の怪物だ。ユイジンシャンっていうのは。俺まで誰にも倒せなかったユイジンシャンを、あんた一人で仕留められるか。どうするね。冗談抜きにきつい相手だ。まあ、これは一応女神の神殿で一体仕留めたけど。構わない。それ以外にもちゃんと。ユイジンシャンは祈願地帯に出没するが。見つけるのは厄介だぞ。そうだ、戦ったことがある。軍の機動兵器だ。ホープと二人で立ち向かった相手だ。うん、そうですね。ちょっと ごめんなさい、このライトニングのセリフちょっとカットしてしまいました。すんません。まあ、ちょっと渡しておきましょう。本当に倒したのか、あいつを、あの悪魔を。お見事。心の底より敬意を示したい。いやはや信じがたいと言いたいところだが、あんたなら仕留めてくれると思ってたよ。長年の心配事がこれでようやく片付いた。どうやら利用されたらしい。お手本を見せろだのなんだのと焚きつけて奴の退治をやらせたな。人聞きが悪いな。一挙両得を狙ったのは否定しないがな。俺も手伝うつもりでいたが、慎重に支度していたらあんたがあっさり始末しちまったんだ。にしても恐れ入った。新米のいい目標になればなんて話を振ったのにな。俺まで燃えてきちまった。
あんたも逃げ癖ついてないか、ひょっとしたら。無茶はするなよ。お前が倒れたら誰が狩猟団を守る。心得てるさ。俺にも団員たちにもあんたという目標ができたんだ。一生かかっても追いつけねえかもしれねえ。でもせめてあんたの背中が見えてくるまで死ぬわけにはいかないからな。オッケー。これは1回目クリアすると報酬としてアルテミスピアスは使える密林の狩人が手に入るんですね。リフレッシュ。新米にもいい目標ができたよ。あんがたよ。いえいえ、よし、やること終わった。じゃあちょっと今までスルーしてきたトレジャーの回収ちょっとやりましょう。で、祈願地帯をテリトリーにする暴走した機動兵器、それはかつてホープと2人で旅した国運のガプラジュリンに配備されていた試作機と同型のものだった。あの時政府に追われる絶望の中で、ホープ、お前は自分の無力をかみしめながら母を失った怒りで心を奮い立たせていたな。そんな危ういお前に私はセラから送られたナイフを貸した。武器としてじゃない、私にとって大切なナイフを持つお前を必ず守り抜こうと、そう思ったんだ。多くの思いが私から抜け落ちた今でもその気持ちは変わっていない。ホープ、支え合って強敵に立ち向かったあの日をお前は覚えているだろうか。よし、ではアイテム回収しに行こう。前大雷の首輪は取ったから、それ以外やな。ってことはクスシの心得も取ったし、な祈願地帯行けばいいか。もう森で取るもんはないな。あれがタイマの茨があったとこですね。あれは腕用アクセサリーなんでギルかな、今は。こっからかな。こっから飛んだらいけるな。オッケー。ここに祈願モグラがあるんやな。あれだな。このクロノスタシス、前見えへんの、なんとかしてほしいな。もうスチーム版でも治ってないしな。まあ、ついでに言うと、13のスモークみたいに、ワンプッシュで、スモーク選択画面出して、っていう風に、クロノスタシスも使えるようにしてほしかったですね。いちいちメニュー開いて、クロノスタシス選択するの、ものすごくめんどくさいです。特にこうやって常に切れた瞬間、すぐ使う、直後を使うっていう。いうやり方をすると、ここにメイジターバンと祈願モグラがあんねんな。あれ違う、こっちじゃない。まず祈願モグラ、あれが明治ターバンがあったところね。あ、これ頭用アクセサリーですね。普通の明治ターバン魔法耐性 20% だったんですが、これが 22% になっただけと。全然上がってねえ。で、あとはこの辺に祈願モグラがいっぱいあるから、それも回収しましょう。これはまあ、ウィルダに住んだモブも話してたんではっきりしてるんですけど、この世界では植物は普通に生えてきます。ただ人間には新しい命は生まれない、まあ、つまりなったしし放題というわけなんですけども、じゃあ他の魔物や植物はどうなんだって考えると、まあ、木がモグラ復活しないし魔物も絶滅するから人間以外も繁殖できないのだろうと考えたんですけど、あのサイドクエストでモコモコ羊はあの繁殖してますよね。そいつだけ例外なのかなとも思いましたけど、ライトニングもそれ見てそのことに対してあんま驚いてないんですよね。それを考えると繁殖できないのはやっぱり人間だけである可能性が高いのかなと。
まあ、そもそも人間に新しい命は生まれないっていうのは、新しい命にバルハラにある魂を新しい命、新しい魂にして送るという仕事をしてた女神が今いないからということですね。で、女神が干渉しているのは、まあ、人間だけなので、多分他の動物たちは、まあ、エトロがいなかろうが関係なく繁殖できるのではなかろうかと思うんですけど、まあ、魔物やギガモグラが絶滅する理由がちょっと説明できないんですけども、ここぐるーっと回って飛んで、よし、ギガモグラ全部回収と。さて、お次はここに水星のブレスレットがあるけど、フーマーのブレスレットがもうちょい北にあるな。ギルだけですけど。あ、ここに あったんやな。クリームマッシュルーム、まあ、クリームマッシュルームは1個でいいですけど。 OK、 では水星のブレスレットがあるとこ行きましょう。あれだな、水星のブレスレットがあったところ。あ、これ届かへんじゃないか。あ、届いた、よかった。届かんかと思った。こっちから先行ったところに帰れないよな。ナモさん、あ、やっぱ無理か。ひょっとしたらいけるかもしれんけど、私が下手なだけで。ここにブリザーレベル2があったけど、まあそれはいらんな。じゃあ続いてはここら辺のやつを回収しましょうか。ソウロボ様さんも回収しよう。まずはここ飛び越えたところに雷神のブレスレットがあった場所が、お、嘘だろ嘘だろマジかよ。オッケー。じゃあ次はソウル・オブ・サマサを取りに行こう。オッケー。ソウル・オブ・サマサ回は、まあ、デメリットは緩和しただけですね。この連続魔、魔法攻撃のコンボフィニッシュ回数が1回増えます。これは変わってません。ただデメリットである HP 最大値低下がマイナス 66% だったのがマイナス 50% に緩和されたってだけの話。これが第3段階になるとね、この連続魔、ようやくそこでコンボフィニッシュまた増えるんですよ、さらに。その時は2回増えるっていうことになります。2周目はこれが限界。でもそんなにコンボフィニッシュの回数増やされても難易度思いっきり下がってまうからな。ちょっとこのゲームつまらなくなるんで。あ、ここでいけんのかな。こっからいけるか。いけへんな、これ。足らんわ。どっから行くんよこれ。まあいいや、ここは置いてましょう。では次はアリエス行きましょうかね。アリエスいっぱいアイテムあるかな。ドジの魂のかけらもらうために必要な思い出のコインもあるし。ちょっとたまりにたまったルイン売るか。ここ一着だけあったよな。うん、あった。ヘルタースケルター、これ戦うレベル4がついてるんですけど、元の消費 ATB コスト10やのに、こいつについてる戦うレベル4 12なんですよね。まあただし本来戦うレベル4の成長限界の場合、攻撃力 2.2 倍なんですが、このヘルタースケルターについてる戦うレベル4の成長限界は攻撃力 2.5 倍っていうことになってます。そういうなんか変わったアビリティがついてるウェアがハードモードは多いですね。いつでも来てくれよ。こっちだったかな、思い出のコインがあったのは。
で、これが9日目に大街道を開くために必要なもんですね。ここにファイラレベル2があるけど、まあそれはいらんな。あとはアリエスアップルとタイカの首輪か。それを回収しよう。まあ、タイカの首輪回も平井の首輪とかと同じですね。元は非耐性 50% でしたが 55% になっただけと。で、あのマザイアに話しかけてモグフラグメントを渡そう。なんだよ、新米だ。大層な武器を持ってるが、ちっとは使えるんだろうな。俺らマザイアにはな、ソウルシードを買い上げてくれる乗客がいるんだよ。その方たちは他のものは眼中にねえんだ。だから、ソウルシードをがっつり買ってくれ、ごめん。ちゃんと集めてますよ。ソウルシードか。あんたやるじゃねえか。手のひら返し。報酬だ。持っていいね。ドジの魂のかけらの交換条件。錬金術師。マザイヤの一団はどっちの魂のかけらの一つを研究のため保持しています。以下の2種類のアイテムを両方揃えると、魂のかけらを譲ってもらいます。ビルダニスのモーグリの里にあるモグフラグメント、視界に落ちているソウルシード、すべての魂のかけらを入手し札に届けましょう。はい、あります。それと上からの特別報酬だ。取っときね。 OK、 ご苦労。よし、ゴー。さて、この先にまたルミナコレクションがある。魔女のロザリオ。うおー、 GP がちょうどその GP に2ポイントいるんですよね。 OK、 これもやっぱりデメリット緩和ってだけですね。このアクセサリーはもうデメリットは緩和するだけですね。元は物理耐性低下マイナス 100% でしたが、大きく下がってマイナス 75% になってますね。この魔女のロザリオはほんまに役に立つ。一回打ったら他のスタイルの ATB2 ポイント回復するんじゃなくて、エレメラ一回使うと敵に 10回当たるので、その分ちゃんと回復するんですね。つまり 2×10 で他のスタイル ATB20 ポイントも回復できるところです。もちろんエレメラワンコンボ打ったら2回なので、つまり そこからさらに倍なので、エレメラワンコンボ打てば他のスタイルは40ポイント回復できるってことです。これはほんまに素晴らしい。じゃあ、あとはここにある下流のブレスレット拾って終わりかな。OK、 終わり。ただ GP がないので、また祈願地帯の視界利用してちょっと GP 稼ぎに行きます。さあ、続いてはデッドデューンに行きます。まあメインクエストも攻略していきます。